はい、どうも、皆さん、こんにちは、ミーネットです。さあ、動物の森 E プラス1期を続きやっていきましょうか。今回はですね、まあ結構前に、コンビニから確かスーパーにしたところで、まあ、終わってたんじゃないかなと思うんですが、これですね、まあ、スーパーにして、で、次が、デパートなわけなんですが、ちょっとね、デパートにするにあたってメモリーカードがもう一個必要なんですけれども、ちょっとですね、メモリーカードがなかなか見つからなくって、お店で、で、それで仕方なく今 Amazon で注文してるんですけれども、ちょっとね、それ来るまでお待ちいただければなと思います。多分ね、明日には来ると思うんだけどな。で、今回はそのメモリーカードが来なくってデパートにできないということで、一応ですね、そのデパートの条件っていうのが、ここの駅の誰かから来てもらって、で、それで通信して、で、物を一個買ってもらう。スーパーで物を一個買ってもらう。プラス、15万ベル以上売ったり買ったりしたらデパートになるらしいので、一応15万ベル以上用意したんですけれども、まあ、15万ベル以上の売ったり買ったりっていうのは今でもできるんだけど、その友達を呼ぶっていうのがね、メモリーカードがないとできないので、今回はちょっと別のことをやっていこうかなと思います。でね、結構前にこのさ、ファミコンっていうのがありまして、このゲームにはまあ、そのプラスからあったらしいんだけど、プラス以上になんかこの E プラスは入手がめんどくさいらしくて、俺も母からもらった2個しかないんだけど、で、それがですね、結構前に言ってたんだけど、できないと。なぜか知らんけど、俺のテレビじゃなぜかこれが映らないみたいな話をしてたんだけど、なぜかさっきやったらできたんだよね。で、今回はこれでじゃあ遊んでいこうかなと思います。母から最初になんか福袋かなんかで送ってくるんですよね。ファミコンやめるときは L ボタンと R ボタンを押しながら Z ボタンを押してください。というわけでですね、今回はこのドンキーコングジュニアってやつやっていきたいなと思います。昔はなんか合言葉で手に入れることができたらしいんだけどね。俺どこ、え、勝手に動いてるくない？じゃあ待って、勝手に動いてる。え、待って、勝手に動いてるくない？え？どういうこと？ワンプレイヤーゲーム。これだよね。来た。あ、これでスタートってこと？あ、スタートした。あ、さっきのはチュートリアル的な感じだったのね。オッケーオッケーオッケー。わかった。あ、こやつを。いやいやいや、厄介だな、あのマリオ。なんか送ってくんな。よし。いけ。で、これ絶対取ったらいいやつだね。あ、下降りたらダメなんだ。あー、そういうことか。さっき言ってたの、そういうことね。OK、わかった。ちょっと、せめてゴールしよう。どこがゴールかわかんないけど。よいしょ。え、ちょ。え、あそこからジャンプ無理じゃない？ここ、行けんの？無理じゃない？どうやって行くんだろう。え、なんか攻略サイト。俺1の1でつまずいてんだけど。攻略サイト見たら普通に地面ついてんだけど。どういうこと？一回だったらいけるってことかな。待って、危なー。下降りれる。降りれたわ。なんでさっきダメだったんだろう。一回ついたらダメってことかな。例えばここ行ったら積みとか。あ、積んでることないな。ちなみにこれどうやったらゴールなんだろう。なんかバナナ1個逃しちゃったけど、まあいいだろう。え、これ積みじゃない？よかった。やつ、きっつこのゲーム。いやでも、大体コツはつかみました。頑張りましょう。ゲームオーバーになりましたけど、いける！次でいけます。結構、慣れるの早いと自負している。このミネットゲームズ。ちなみにこれどこまであるんだろう。このね、上から降りてくるこやつがなかなか速くてね。案外正確に狙ってくんだよな。で、下に降りる。バナナ取れない。これ取れない。取れる。頑張ったら取れる。オッケー。で、取る。で、こういく、こういく。オッケー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 。いいぞ、いいぞ、いいぞ。ほっ。
ふっ、よし、いいね。え、なんで？え、どういうこと？地面じゃないとダメなの？下じゃないとダメってことかな？え、そんなドンキーってもろい？ちょっとジャンプしちゃったから、あ、俺無理だわってなったのかな、今の。そんなもろい？さすがに？いや、謎すぎるな、このゲーム。下降りる。一番下じゃないとダメなのかもしれない。で、これも取る。こうやって登るときは遅いんだな。あー、危ない。これも警戒しないと。よし。よし。このなんか登るそ、登るの可愛いよな。あ、やばい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 。怖っ。ジャンプしたら落ちるってこと？こっからジャンプしたら、あれ、いけた、いけた、いけた。ちょっと、え？お、いけた。お、いけた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 。なんか条件がよくわからんな。これが？レベル2か。これに乗れってことか。いけた。で？これすら乗れないもんね。めっちゃしょぼくない？ドンキー。もう図体でかいからかな。待って、俺上のやつに乗る。くっか。なんか現代ゲームになれるとこれが難しく感じるな。ちょ、無理せずに普通に行こう。ちなみにこっからどうしたらいいんですかね。ちょー、いやー、ちょ、なんか頑張ろうって気になってきたわ。ちょ、頑張ろう。ドンキーは結構俺らの想像以上に脆い。だからしっかり、よいしょ。あ、あれで倒せんだ。オッケー、しっかりやってあげないとダメ。なんかこの登り方超可愛くない？脆い。多分どっかで下に行くはず、あいつ。ナイス。で、これどうすんだろう。これさ、なんかさっき死んだよな、ここ登って。下降りたら死ぬ？あ、死なんか。一旦下がろう。なんか、今時のゲームだったら、ジャンプで倒せる気するんだけど、案外ね、これジャンプで。いや、積み積み積み。積み積み積み。積み、あ。よし、オッケー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 。あの、捕まってるドンキーを助ける体で言ってんのかな、これ。このゲームって。ちょ、今のつかめ？マジで。あれぐらいつかめ？よし、オッケー。慣れって大事だな、本当に。これなんか、鳥が厄介。変なの落としてくる。ちょ、マジ！今のつかめないの？あ、上乗れた。ラッキー。ラッキーじゃん。こっちの方が近道じゃん。よし。ほっ。ほっ。ほっ。よーし、オッケーオッケーオッケー。いいねー。マリオ悪者じゃねえかよ。ほい。はい。で、上来るんでしょ？おーい。下、下、下、下。で、次、上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 。で、下。ここから行ったら安全圏入ったから、ここ安全圏だね。ちょー、お前早すぎだろ。2回待とう。こやつ行ってからもう1回行って、でこやつ行ってから行こう。オッケー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 。でもう1匹行ったら行こう。オッケー、行こう。ここここここ、ナイス、イージー。なにこれ。え、どうやって行くの？難しくない？いやー、待った、待った、待ったをかける。俺はここで待ったをかける。俺は今攻略サイトを見よう。わかった、いいだろう。面白い。この青が行った瞬間に一気に駆け抜ける。で、ふっ、おい、イージー。で、
こやつが行って、で、あの、上の、青がようわからんな。青が行くタイミングで、下に下がったら、ちょうど、超危ねえ危ねえよし。あいつ倒す。で、乗り越える。いけ逆向け。よし。いいねえ。早最後のやつ。何あれ、強くないそれ。え、なんか止まってるし、しかも。は？はよ、行けや。はよ、行けや。なんだよ、こいつ。はよ、行け。オッケー、ここ。ほ、落ちろ。オッケー。オッケー、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 オッケー。最終コーナー？で、もう一匹行ったタイミングで、行こう。ここだな。よし！ふっ！おっしゃー！これ、これ、これよ！なにこれ？待って、これ多分ラスボスな気するんだよな。わかった。この鍵を上まで持ってったらいける、いける。簡単な話。ふい。しょー。もう、ほんと厄介。厄介オブ厄介。こういうことだね。で、上に上げていくと。おいー、いいね。なんだこの動き。超面白。いや、厄介なのはこの、なんだこのワニ、ワニみたいなやつ。こやつよな。だいぶ操作慣れしてきたっちゃ操作慣れしてきたんだけど、こやつがな、めんどくさいよな。上行ってくれ。上行かんのかい。いかんのかい。うわあ、おぶねえ、おぶねえ。よし、上行ったな。おお、ビビった。おーい、お前ら本当に狙ってきすぎやろ。で、あと最後にこれ、あのフルーツを落としたときにちょうど誰かがいたら、敵がいたら当てられるんだよ。オッケー、おっしゃー、オッケー。お父さんか。おお、お前の方が力持ちなんかい。マリオが死んだ。あ、これで一周ってこと？多分そうだよね。とりあえずクリアしたってことでいいんじゃないでしょうか。オッケー、オッケー、オッケー。とりあえずこのゲームは満喫したな。やめよう。オッケー。で、こっちのゲームは、まあ、これで終わったとして、で、次こっちやろうぜ。これなんだっけ？バルーンファイト。ちょっとね、バルーンファイトってどんなゲームだ？まあいいや、一回やってから、遊んで、これ最初はね、どうやら、PC の操作みたいで、疲れても別にダメージないのか？自分がどっちかもわかんないね。味方にするとか？ようわからんな。やってみよう。とこういうことでしょ？こういうこと？あー、これ一応疲れたのは、ダメージになってたんだ。オッケー。これ敵なんだね、一応。よし。で、結構操作がね、難しかったりするんですが、慣れてしまえば、いて！多分今当たったな。当てられたんだろ？よし。いやー、きつい、きついな、このゲーム。3体って結構難しくない？こいつが、ほら。よし。この風船取ったら回復するとかない？ないんかい。いやー、ちょっと待て。待て。まだ、さすがに、これで諦めるわけにはいかねえだろう。できる前に行こうぜ。できる前に行って、先手必勝。
おら。うっ。いやーいやー挟まれたらきついんじゃー。お前ら回復するのずるくね。落ちろ。よし。頑張れ。よし。オッケー、あと一体。簡単な話、上に飛んでて下に下がればいいだけの話。おっしゃー、オッケーオッケーオッケー。嘘でしょ。で、頑張ろう。もう少し頑張るしかないね。これでダメだ。くー、これでダメならもっと頑張るしかないっすね。さあ行きましょう。 OK 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 OK。 復活するのだるいよな。いやー変なタイミングで落としちまった。よしよしよし。あ、ちゃんと当てたらよかったのか。雷、雷、マジっすか。回復してほしいよね、あのシャボン玉みたいなやつ取ったら。オッケー、当てたらいいんだ。お前にはダメージないんかい。ずるいな、それもそれで。オッケー、オッケー、倒しきったぜ。何これ、ちょ、宣伝必勝。おら、おら、あと4体。よいしょ。よいしょ。よいしょ。もう1体。よいしょ。落ちろ。んー、よいしょ。あー、でもダメだった。いやー、ダメだ。ゲームオーバーだ。はい、というわけでですね、まあ、今回はちょっとファミコンのゲームをやってみたわけなんですが、まあ、ちょっとね、機会があったらまたファミコン買っていこうかなと思います。なんかね、見た感じでは、常吉のお店とか、タヌキチのお店でも買えるのかな。いや、タヌキチの店はね、福引券ですね。福引券でどうやらタヌキチのお店では手に入るらしいので、まあ、運が良ければ、そちらで楽しんでいこうかなと思います。というわけで、今回はこの辺でやっときましょう。じゃあな。